リクガメのまさこレイディオ。せーの、わさこレイディオ。いや、わかんないですって。せーのって言われて、あの、せーのはもう一緒に言おうねって合図だと思ってるんで、あ、ドキドキドキってしまいました今。せやろ。そうですよ、しますよ。おい、打ち合わせ通りやれや。何やっとんの。やってないです。今取りだって電話し始めたの3分前じゃないですか。俺起きたのもだって30分経ってないですよ。今15分ぐらい起きて、なんか急にこう遠距離で今録音システムまで構築して今僕は戻り始めてる。テクニカルなことしてんな、朝から。いやいや、それが一番お届けしたい、クリアな音声を渡したいから俺は。あのさ、なんで起きてんのまず。いや、あのポケモン金銀やってたんですよ今日の2時ぐらいに。で寝落ちしちゃってて、うん、あの、うん、僕布団なんですけど、うん、布団も敷かずに寝てて、うん、で起きて7時あーっつってぼーっとツイッター見てたら、なんかあのラジオ、うん、ラジオ誰か撮らへんかなみたいな、なんか言ってたんであ、じゃあ俺撮るやろかなと。まさかマジでこんなすぐ釣れると思わへんかった。いや、釣れるって表現は良くない。あの、少なくとも本人を目の前にして、あのいや誰がこんな朝6時とか早朝にさ、うんうん、声出せんねん。いや、バンドマンが。まあまあ、あんまりね、こう格式の高い皆さんはね、うん、あんまり声出さないとかもあるかもしれないけど、うん、このままだってあのもうちょっとタバコ吸っていいですか、ちょっと。あ、いいわいいわ、もうそれぐらいのやつやから、もうそれぐらいのラジオやから。これあの灰皿みたいな、灰皿みたいなラジオなんですか。喋る人が。みたいなもん。喋る人が。その時々のって何にでもなり得る、夜間にもなれる。あ、めちゃめちゃ夜間にも。夜間もなんか特徴だし、あの、うん、どん、あ、ごめんなさい、僕がね、あのちゃんと聞いてないです。正直言うと。うん、この わさこラジオですよね。何にも話してない。何にも僕に話してないし。うん、だ、あの、大丈夫ですか、あのなんかテーマ設けてとか、なんかそういうのでこうやってくラジオなんですか。そうね、まあまず、うん、まずやけどさ、はい、まずまあ誰やねんって話やんか。いや、でしょうね、でしょうよ。ボイラーリクガメ側のファンは僕のことなんか一味も知らないですからね。いや、そうやね、そうやけど、うん、よくよく考えたら、はい、こっち側もそうやし、うん、そっち側の方にも、はい、いや、お前誰やねんってなるか関係なのよね、まずそもそも。そうですよね。そういえばそうやった。そういえばそうだ。なんか、うん、ちょっとそこら辺からまず紐解いていこうか。ちょっとなんかうまく仕切ってください。オッケーオッケー。まずね、あんたも朝からよく喋れんな、そんなにすみません。いやいや、声ガラガラやねん。いやいや、いつびっくりしたわ今。前聞いた時と変わらない。前聞いた時と変わらない。なんでやねん。なんで普段からガラガラやねん。いい声、スポーンと。ありがとうございます。で、まずあなたが誰なんだって話なんですよ。軽くでいくので自己紹介してもらっていいですか。あの軽くな軽装度ぐらい、軽装度ぐらい、軽装度は重い、軽装度は重い、100均のバスマットぐらい、100均のバスマットぐらい。うるさいな、何回も言うな、何回も同じ。俺に喋る間を与えないって何なの。ヤスリで削るぞ、軽装度みたいな。第三水が良くなるわ。水がね、あ、水が、水が、水といえば餅。餅が。水、お前、水で水餅出てくるの、お前、正月の三が日以降にせ。いや、いいだろ、それは。すん、やん、あれをやるタイミング。はよ、自己紹介し。第三世というバンドのボーカルやギターやっております。アタクと申します。よろしくお願いします。アタクくんでございます。いらっしゃい。ねえ。いつ誘ってくれるのかなと思って、一生誘ってくれないので自分から行きました。覚えててくれた？いや、いつ、あんなに込められたの初めてだったんで、もうワクワクして、そうそうそう、ずっと待ってた。はい、私たちがまず出会ったのがね、はい、ごめん、申し遅れました。ボイラーリクガメの、ギターボーカル黒谷ギュンと申します。黒谷ギュンさんです。効果音が名前に入ってるタイプ、ね、うん。第三世の方からしたらちょっと意味がわからないと思いますけども。第三世の方たちなめんなよ。わかるから。許容もすごいし、大人も多いんだぞ、こっちは。あの、聞いてくださる方結構。あ、本当に。そうですよ。心広いんだから。よかったわ、安心した。はい、私たち、うん、これ、あれやね、2回目、話すのは2回目やね。そうですね。1回だけ対話しただけ。そうです。
たった一回の初対面の対バンで話すの2回目です、うん、今日だってあなたのことをすごい覚えてたんだもん。 ありがとうございます、ありがとうございます、うん、で今日の今日まで忘れてたけどね。なんでや、じゃあ忘れてるじゃないですか。覚えてるんだもんじゃないんですよ。いやでもあの日、あの、ちょ日付とか全て忘れたけど、はい、レーベル、うん、いろんなレーベルのイベントやったんだね。いろんなレーベルの、はい、このバンドを押すぜっていうバンドがそれぞれから集まったようなイベントがあったんですよね、うん、でしたね、素敵イベント。そうそうそう、うん、でそこでボイラーリクガメと、はい、で大賛成、そうです、本当に誰が出てたかもあと覚えてないんですね。あの、いや本当にデーとか言って、うん、ダメっすよ。そもそもは覚えてるわ。覚えてね、イベント自体は、うん、可愛かったから、可愛いなとか、うん、そういうの覚えてるわ、ね、そう、うん、覚えてる。そもそもってアイドルの、あ、そもそも覚えてる、覚えてる、覚えてる、そうそうそう。でも今思い出してくるよね、断片的に、ね、そもそもって俺本当にあのそっちのそもそもかと思いました今一瞬。あ、ごめんごめんごめん、やべやべやべ、ややこしいバンド名が多いの。僕がバン、そもそも、あ、そもそもが、そもそもだ、うん、そうそうそうですね、共演して、で、やっぱね、うん、覚えてるよ、うちは。いや、僕も相当覚えてますよ。なんかもう、やべえ人、ちゃんといいなと思って。いや、うち大、大賛成の、はい、大、ライブも覚えてるし、はい、ああ、かっこええな、思って。ありがとうございます。ただ、うん、その、かっこええだけの人たちやと思ってたら、はい、ステージ裏で、はい、こんな突っ込んでくれる人、大阪以来やなと思って。よかった。それをね言ってくださったんです、ステージ裏で、うん、人生で多分一番嬉しかったんですよね僕は。これだな、どんな人生歩んできてんお前は。いや、そんなことあるか。いやでもやっぱなんかまあ突っ込んでくれるっていう表現しか今されてないですけど、まあちょっとやっぱ僕、うん、面白いものへの憧れというか、もうそういうのが絶えない人生だったので、そうですね、そうなの、それ挫折して音楽を始めたので、やっぱり音楽で褒められるより本当のことだなって、俺の心のより奥深くのところをこう刺激してくれるような言葉たちだったわけです。あのゾーンっていうのは幸せだなって。そうなんや、うん、なんか学生時代文化祭にこう輪に入っていけなかったあの時だけど、うんうん、なんかあの輪に入れたらのが嬉しかった、うん、僕はもうあの時文化祭の輪なんかもういいわと、うん、あんな輪なんかいいわいと、うんうん、僕はこの輪に入りたかったんだ、うん、なぜ僕はあんな町で生まれ僕はあんなにこう僕のね求めてる言葉を投げかけてくれない人たちの中にいたんだろう、僕の本当の言われたい言葉ってこれなんだよね、もしかしてっていう。そうなんやな、なんかね、もったいなかったね、今まで周りにいた人気づいてこなかったわけだ、あなたの気づいてくれた何かこうなんていうんですか、気づいてくれたような人もいたんです、うん、いたんですけど、うん、同じく僕のような人間が多かったので、うん、やっぱりこう周りに発信したりとかね、うん、こいつこう面白いよとか言ったってしょうがないわけで、だからなんかこう、うんうんうん、つぶらなね黒目と黒目でってこう、うん、お前なってこう認めちっちゃく認め合っていくような作業をこうこれまでしてきた感じ。わかるわかる、正直うちらもそんなもんですもん。あー、なるほど なるほど、だから嬉しかったのよ。あの確かにあの数分じゃないわ、はい、結構やり合ってたね。1時間ぐらいですかねやってたね、ライブ終わってからあれしか覚えてないぐらい覚えてる。本当にそうですね、おっしゃる、ほんまに、うん、めちゃくちゃ楽しくて、なんかああいうところから始まる音楽をしてたいよねって思う。ああ、まあ僕なんかそれを活動に置き換えるならば、うんね、ああいう時間ってなんか本当に認め合うというか、そうですね、ただただ面白い時間というか。いや本当に本当にそう、うん、なんか嘘偽りなしですよね、あそこには、うん、あと腹抱えたもん、うん、腹抱えた、よかった、抱えた、腹抱えてもらいたい、みんなに。いやいや、抱えると思うよ。抱える。あなたといると。そうですね。ただ3回目くらいからもうなんか、なんていうかね。いや、でもこれはもう一重に、だから僕のそのね、うん、キャラクターとかやりとりを面白いと言ってくださる、そちらの許容量と言いますか、うんうん、受け側のうまさというか、もうそれもすごいあって、だからもう。こっちからしたら、もう同じこと返すよ。大体、その、うちらって、はい、まあ、特にうちなんかは、うん、その、何も考えて喋るわけじゃない、普段からさ。はいはい、そうですね。うん、やけど、あんまりやっぱそれをね、受け入れてくれる人っていうのが少ないのよ。まあ、なかなか難しいですかね、うん、やっぱり。基本的にまあ、5割はスルーでしょ。5割。で、うん、拾えるとこだけ拾ってくれるっていうのが、基本的な関係なのよ。東京ですか。それを、あなたみたいな人っていうのは、はい、うんうんうん、
あの、10割を12割ぐらいで拾って返してくれるっていう。拾うって言ってほしい。そうですね。うん、そう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 。よさきからブツブツと。拾う。拾うを拾う。拾う。拾う。拾うは伝わんないっすって。標準語。あ、拾う。あ、そうなの？あ、標準語じゃない。大阪？そうそうそう。拾うが、どっちが正しいの？拾う。拾う型だしね。そうです、そうです、そうです。メモ、メモしとく。拾う。いつも分からんなんねん。いつも分からんなるから、変換してみて、どっちが答え探ってんねん。変換？出てきた方が正しいんだな。あの文字変換をするとね。拾うが正しいねんな。そうです、拾うが正しいです。そうそうそう。120。全部ひ、全部拾ってくれるやん。そう、拾うって言えよ、だから。今調べた結果を、すぐ生かさないと、今の検索を。拾うって僕がよく拾えた今のもよく拾えたぞ。ほらもうなんか5秒言うたら2分返ってきそうやん。これはただの心配な真埋めですけどね。あとはやりとりで相手笑ってたらその真埋めないとみたいな意識。いやもうできんできん、普通はできんのよ。そこまでね考えてくれる相手いないのよ。正直うちもね、うん、結構その間をなんか気にするタイプではあるのよね。はいはいはい。そう、最近になってようやくなんかもうその、うん、あ、不安な間も実は大事なのかなとか思うようになってきたけど、やっぱさ関西人からすると1秒でもちょっと相手との間が空くとさ、はい、ちょっとゾワッとする感じやん。そうっすよね。なんで関東のあなたがそれを理解できてんのかがまず分からへんねんけど、人間性がまず不安でいっぱいだからっていうのがあると思いますし、そのもう一つはあのやっぱあれですよ、失敗してるのかもって思っちゃいますよね。僕だからその、それはわかる、わ、ね、かる、間が空いてるってことはあれ興味持たれてない、うん、面白いとも思ってないし、相手が前のめりになってくれるようになんとかしたいなって思ってしまうたちというのはあります。あ、わかるね、すごいわかります。かります、うちも共感をすごいわかる、うん、嬉しい、すごいわかる、嬉しい、うん。え、あなたさ、はい、まずそもそもね、ごめん、バンドのこととか全然触れてへんで申し訳ないんやけど、あなた、どこの出身、関東なの？秋田県です。秋田かい？はい、なんでや。めちゃくちゃ関東やと思って、秋田なの？秋田です、ね。秋田出身。秋田県出身。へぇー。18まで秋田。うん、ああ、そうなんや、そっか、東京来て。そうそうそう。その、なんかさっき、なんかそれ挫折してみたいな言っとったけど、はい、最初は、なんか、コミックバンドでもしようと思ったの。いや、なんで音楽が最初からちょっと前提でお笑い要素入れてんのかちょっとわかんないですけど、やるかコミックバンドなんか。あの全然できそうやけどな。できコミックバンドは、あ、まあちょっとあれですけど、お笑いだからあの、うん、僕オンエアバトル世代なんで、あのオンエアバトル出て、出てたの？出てないですよ。出てたらもういないですよ。そこにもう出てそうや。作家とかやってる、多分挫折してても。ね、何の人にも見えてきてるから今。あ、今俺がいろんな、うん、まさにそちらの灰皿だったもの、うん、あのこのラジオのように僕がいろんなものに今だってそれぐらい知らないからね、びっくりするよね、いきなりラジオなんて。 そうですよね、うん、あのお笑いだから大好きでずっと見てて、当然のように僕はこれをやるんだなと思って、うん、成長してったわけですよ。で中3に R1 出たくて、一、うん、人で、うん、で東京行って出たんですけど、やっぱ1分間東京し静かにして、東京1分間東京静かにして僕秋田に帰ってきた。しかも練習も静かでしたからね。あの恥ずかしいじゃないですか、中3なんか言えないですよ、親とかにも兄弟にも言えないから、僕はもう一人でコソ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 って作ったネタ練習して、めっちゃ面白い、いけるっつってバー東京行って静かにしてバーって帰ってきたんです。だからあの一回も音量出てないですよね、練習からずーっと静かな。静かなまま行って静かに帰ってきて、何も事もなかったかのように毎日がまた始まるっていう、何かこう人生変わるんじゃないかなとか思ってたけど、変わらずという。あー面白い。いや今のエピソードトークでちょっとうちの人生変えてるよ。あ、本当ですか、すごい。あのちょっと待ってください、その何あどそんなにあれなんですか、優しいラジオなんですかこれ。俺なんかめちゃくちゃ優しい、これほんまにピースフルでハッピフルな、ハッピネスなラジオなんですよ。ハッピフルシースフル、そう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 。もう俺なんかボコボコにしてもらいたいなと思って来たのに、なんかすげえ。それはもう4回目ぐらいからやるんですよ。4回目ぐらいからボコボコ、うん、最初はやっぱりそうですよね、うん、掘り下げ相手ね、優しくしとかないと嫌われたくないからね、うちだって人に。あの僕まずないんで、うん、そっちの方向ではだから嘘つくやつと、あとあの、うんうん、なんていうんですかね、だからかカッコつけてるやつと嘘つけてるやつとか、うんうんうん、ちょっと音量小さなったのはリアルやな。
ね、でそれをしかもなんかその癖の感じの人とかがちょっと僕は得意じゃないので、なるほど、じゃない人も、うん、もうガンガン来てほしいですね、うん、もうめちゃくちゃ、じゃあもうストライクゾーンはすんごい広いわけだ。そうです、僕はもうなんとか大体いけますから、僕受け入れたいサイクルでは。じゃあお笑いバー好き でキングオブコント M1 とかも出てたけど、うん、全部鳴かず飛ばずで、なんか僕だから出てたんよ、結構出ました。21ぐらいまではもう定期的に、すごいね。吉本入ってたりとかはしてなかった？ NC 行くこうと思ってたんですけど、なんかその R1 とかあと M1 もその前に出てたんで、それの一件でビビっちゃって、あ、うん、作家なろうっていう安直な方向に行って、うん、で作家になるけど、うん、吉本の作家の養成所怖いから、うん、なんかテレビだ、テレビっつってテレビの専門入っちゃったんが僕の人生の多分転機で、そのなるほど、ね、そのままあの AD コース入っちゃって、あの、うん、テレビ業界で26ぐらいまで僕働いてました、うん、普通に。へー、期間なわからんもんね。なんかね、そんなんか裏にあると、すごいね、はい、そんです。今うちさ、記憶が確かであれば同い年やったんやけど、そうやっけ？でしたっけ？29っす俺。あ、じゃあちょっとしたやな。で、ね、うち33になるから、ちょっと上ってイメージでした、うん、多分。あ、でもまあ世代は一緒なんや、うちも親バトル見とったもんね。そうですよ。で、え、誰優勝の時ですか？あん時うち一番覚えてんのが、うん、あの小籔さんが前にやってたビリジアンっていうユニットが、別に優勝額か忘れたけど、それのなんか体をうねうねってするだけの隣人がおるっていうネタがもうめちゃくちゃ好きやった、覚えてる。多分ごめんそれだけ。ビリジアンは結構初期の方っすね。初期やと思う、初期は青木さやかさんとか出とったな。さやかさん、さやかさんがオンエアされてました？され撮ったと思うよ、うち見たもん。さやかさん結構、 あれってオンエ、え、ちょっと待って、あれってうちが見てるってことはオンエアされてるってこと？そういうことです、そういうことです。ああ、じゃあ、多分そうね。広しですとかいなかったっけ？広しです？広しです、みたいな。広しです。広しです、みたいな。聞こえなかったっけ？広しです、みたいな。そんな京都の京都版の広しさんみたいな人、おバンドす、広しとすって、広しですって。勝手に京都に変換してもらったかもしれんけど。広瀬さん、割とかなり大昔やから、ね、いやいいな、ちょっとまた話したいですね、お笑いの話。まだじっくり普通に話したい ね好きでみたいな。10分でお願いって言いながら、はい、もう結構喋っちゃったけど、これまた出てよラジオ。あ、出させてもらっていいですか？うん、もう早朝にいい、また電話して。いや、早朝である理由はそのちゃんとスケジューリングしたら良いんじゃ。その理由は皆無、ね、皆無、皆無だわ。うちの子あり余った時間に付き合わす相手としてはちょうどいい、はいはい、ちょうどいいって言っちゃダメ人に。あなたがいいって言ってほしいの、俺は。あなたがいいのだと言ってほしいのに、ちょうどいいって言っちゃダメ、うん、それはもう29回目ぐらいで恥ずかしい、そんなこと言うの。やっぱりそう、29多いな。1回目で、1回4で暴力的になって、29でもうデレデレして、うん、むず長時間かかる。そうそう、この人やっぱうちそのさ、割とこう誰にでもガガッと話せるタイプではあるけど、そうですね、やっぱその2回目があるかどうかっていうのはうちの中でかなりの大きい分かれ道でさ、それはわかりますね。うん、わかるよね。また会いたい、また喋りたいって、またって思う人って、うち実はストライクゾーンかなり狭いの。あ、そうなんですね。そうなのよ。だから覚えてたっていうのはそういう理由でもあるし。あと、でも表で言ったから断りづらくなったっていうのないですか？何が？え、だからあれでわかんないです。だから僕が LINE とかで、撮りましょうよって言ったら無視できるけど、うん、ツイッターで。そう、ツイッターの表で言ったから、多分断れなかったんじゃないですか、うん、そちらが。あ、まあまあ、それも8割くらい。あ、マジじゃあもう全部完全なる真実。ないよ。完全なる真実。嘘やって。でもまあ、来るものを拒まずにしようと思ってた。ノリでなんか、全く知らない人が来ても撮ろうとは思ってたけど、むしろそっちだったの。うわ、来たーと思ったよ。あ、よかった。来たー、思い出したー、思い出したーって言ってる。いいですね。声に出たもん。声に出たんですか？声に出たわ。おったわ、おったって言うなって、だからちょうどいいの、おったわじゃないんですよ。右手突き出したわ。突き出した。どこまでも僕はそんなことをさせてしまった。うれしい。ありがとう。ほんま楽しかったわ。あ、よかったです。また、撮ろうと思います。撮りましょう、撮りましょう。で、そう、あなた今東京にいるよね。東京、TOKYO ライブです。はい。うん、東京。はい、うん、またちょっと、なんか、あれするわ。ゴニョゴニョってなったな、最後なんか東京のあたりから。東京、ゴニョ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 って。
なんかするわ。なんかするわ。勝手にちょっと行くよライブとか。勝手に行く。あ、やったやった。聞きますね。弾き語りとかあったら誘っていいですか。うん、え、全然誘って。なんか僕がご飯作るイベントとかもあるんで。めちゃくちゃ誘って。ぜひ。弾き語りやったらいくらでも出ます。あ、ぜひもうすぐモナレコードに出てください。あ、もうすぐ。え、ライブハウスとかやってんの。いや、やってないです。あの、あ、なんかモナレコの店長さんとよくしていただいてて。なんかモナレコードっていうのはどこにあるの。下北っす。あ、そうなんや。ちょっとカフェ寄りの空気感。あ、めっちゃええやん。ぜひ紹介してください。わかりました。めっちゃカントリーポップ歌うんで。カントリーポップ聞きてえわ。せやろ。めっちゃいいじゃないですか。ライブ。うん、神髄やから。でもあの富士山かぶったりしてこないですか。あんなもんカントリーの本場やないか。富士山なんか。わからんわ。おい、最後に諦めんなよ。最後に諦めんな、灰皿を。わかんない。音楽のことだと切り込みづらいんですよ。僕、本当に知らないから。いや、うちも何も知らんと言ってんねん。ほんまにカントリーやってるおっさんとかおったら絞られてると思う。おっさんって言うな。おじさんと言いなさい。あの、すみません。ええわ。また、すべてを正してくれる。いや、僕が間違ってるから、自分を正しそうとしてやってるのかもしれないですね。いや、マジすごいわ。ほんまに最後にちょっと褒めるけど。なんですか？やっぱね、あの、ツッコミってやっぱ間違いを正すっていうのがそもそもの意味じゃない。まあそうですね。それをもう、本当にあなたちゃんとしてるなって、それでいてちゃんと面白い。いや、本当よかった。あなたでよかった。こんな声カスカスの女神から褒められると思ってなかったです。うん。あなたが、あなたがよかった。ああ、俺が言わせたセリフ。あなたがよかった。あなたがよかった。少し、あれかな、詩的な言い回し。リリカルだな。やっぱり。リリカル。リリカルパンド。いや、もう本当リリカルロジックなもうラジオでございましたと。結構な横文字を並べ。いいですね。大賛成、はい、なんかライブとか告知だったらぜひどうぞ。ナイス、わかんないっす。オッケー。そう。じゃあね、亀さんからはですね、うん、11月27日に、フェスティバルがございまして、亀フェス2021というのが、うん、下北沢ろくでもない夜とライブホリックの2会場で全13バンドが出る有観客のやつがございますので、ちなみに配信もあるので、ぜひ全国各地、秋田からどこでも、皆さん見てください。ちゃんと告知する。出演者情報とかは、その辺で、風の噂で聞いてください。よろしくお願いします。はい、ということで、すごいね、1回目にして長々と、はい、いや、こちらこそ申し訳ないです。10分ぐらいのフォーマットでやってるのにこんな、いや、全然、ね、フォーマットとか言いながら本当にいつもあのミスって3分で終わったらいい。それは何のミスですか。人と人のミス以外は考えられないんですよ。もう一回取り直せばいいから、うん、これちょっとレギュラーとして出てほしいな。やっぱりやりやすいわ。やりたい。やりやすい。やりやすいっていうのはおもろいですね。やりやすいわ。僕たちはですね、11月の25日に新宿マーブルで、ライブ。おー、マーブル。来月12月の5日、下北沢3ライブあります。わ、マジで、はい、うち誕生日やね。あ、おめでとうございます。3、ありがとう。あ、で、ちょっと、あれだわ、あさって月曜日に、その弾きが、さっき言った弾き語りのやつ、モナレコであるんで、おもし気が向いたら方、僕、豚汁とおにぎり作りますんで、ぜひぜひ。あ、最高やんけ。一緒。なんか。ええー、な、似合っとる。そんな、うん、似合っとる。似合っとる。似合っとります。し。よっしゃ今日はまあ、おー、最高です。何がですか。うん、ほんま大丈夫ですわ。大丈夫し、大丈夫かな。これからも安心して生きていってください。いや、本当に僕も、でも今度は、そちらの話も聞きたい。もっと。ああ、お互いね、お互いもっと、いろいろと、一応、テーマとかいっぱい考えとったけど、何一つ触れず。ですよね。こうなるんですよ。うん、こうなっちゃうの。こうなるんですよ。本当に。こんなもんなんですよ。やっちゃうとこうなっちゃうの。ありがとうございます。ありがとうございます。アダグ君、はい、ね、29歳。どうも。これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ぜひ皆さん、大賛成をチェックしてみてください。ボイラーリクガメ。お前、最後にはっきりと言うな。じゃあ、最後にやっているやつがあるんだけど。なんか決めがあるんだ。うん。ほな、みなさんって言ったら、はい、ちょっと体を右に流しながら、はい、まさこらさっさっさーってやつお願いします。映像ないんで右に流す。うん、右に流す。いくで。右に流す。ほなみなさん、まさこらさっさっさ。右に流すってなんすか。